ナミさんこんばんは。そして動画をご覧の皆様。私がね、今ね、紹介させていただいておる、舞姫大学ゼロからコンテンツを作るやり方、ね。正確にはゼロから学べるコンテンツの作り方講座ですね。こちらの方の商品販売が今日と明日と2日あるようなんですよね。まあ13日、そして14日が最後ということではあると思いますけども、さあ、いかがでしょうかね。いや、私のところにもね、なぜかね、私の方になぜか、 ああのご質問が届いいいててる場合もありましでですすねねや不思議です、ね、動画を見てご質問がある方は舞姫さんに直接ということだったんですけどもまあいくつかね答えさせていただこうかと思いますよろしかったらねこの動画を見た舞姫さんご自身なみさんご自身が、えー、こんなことですよっていうふうに動画を作っていただくとらに助かるかなと思いますけどもこのね私の方に届いた質問としてはですねあの久保さんと。 さんんんとの関係はどなな感じなんですかってことなんですよねこれはどういう意味に捉えればいいのか分かりませんけども、まあ、誤解なきように申し上げておきますとそれぞれそれぞれの家庭がありますすごく仲良くさせてもらってます吉谷さんっていうね 3, 3人組みたいな感じで関係というほどの関係はねもう、まあ、ビジネスとかもって一番強いですねビジネスを一緒にやってお,お互いに高め合って学び合っていこうみたいなところが10年前に始まりましたその時は吉谷さんがどちらかというとある方の講師の裏方で そして私とナミさんがほぼネットビジネスの世界に入るのが初めてという形で、えー、生徒としてそこにねおりました。で最初から結構コミュニケーションがあった方で他の方ともねなんかにぎやかにワイワイやってたんですけどもまあ交流なくなってきますよね。うん大抵は。ですぐに交流が盛り上がっちゃパーッと冷めてでずっと今までこうねやり取りさせてもらってるのが ささんんででであり私でありり私吉谷さんとといいうことでございます、まあ、それぞれ3人同時に会うことっていうのはないんですよなかったんですよこの10年しかし、まあ、強い関係に結ばれていてでも3人同時じゃないけども2人だったらねそれぞれお会いしてるっていうところもあって新潟鹿児島そして広島というねこんな遠いところでもちゃんとね会ってみたいという気持ちになって実際それを実現しているという中ですねいやそのインターネット特に YouTube で 画面越しに見てた方が目の前にいるっていうのはね、まあ、一種、まあ、異様な感動がありますよね、うん、でお互いがお互いの YouTube ファンですからその <laughs> 会った時の盛り上がりって結構ねあのこれはね独特なんですよこれはねアクセスの数じゃないんですよね100万回生200万再生みたいな人が誰かと会うってことじゃなくて、まあ、お互いねその数万再生ってのは珍しいわけですよ私たち3人で言えばでも 会うのは一人ですからね。ここがすごく肝心なことで、今 YouTube をね、始めました。ブログを始めた方、アクセスが低くて困ってると思います。アクセス3とか4とか5とかね、うん。で、YouTube を始めてもなかなか再生数が上がらないとか思ってますけども、再生数が1あればいいんですよ。1あれば、その見てくださってるたった1人の方に、こう問題解決のためのね、情報提供を熱心にしておけば、とりあえず1人は救えるわけなんですよ。まず1人からやっていきましょうってことなんですね。 ちょっとねご質問の答えとはだいぶ離れましたけどもどういう関係かって言いますとその一人を大切にして今まで続いてきた関係が私たちナミさんと私と吉田さんということになると思います。それでね今回ナミさんとってもいいことをおっしゃってくださったんですけどもコンテンツを買うっていうのはどういうことかっていうとコンテンツを売った人との関係がさらに濃くなるのももちろんなんですけどもコンテンツを買った人同士との小さなグループができるんですよ。 例えば私の即下塾の中でも即下塾は1000名以上のことがご購入いただいてます。1000名以上の方のご購入ですよ。でも FX オリガルヒっていうのは20名ぐらいしかいないんですよ。1000名の中で20名です。この20名のグループっていうのは、1000人のあ自分たちは即下塾ですっていうふうな括りの中でもさらに濃い関係が作れていて、お互いの FX の成果をやり取りしてね、それでどんどんこうスキルアップして稼げるようになっていくって。これ素晴らしいことじゃないですか。 やっぱりこう、第1期生、第1年生、2年生、3年生ってあるように、ネットビジネスでも年齢や、それから職業とかね、生い立ちは様々ですけども、学び始めたということであれば、新しいコンテンツを購入したときが、同期生になるわけですよ。この同期ってものね、すごく大切にしていただきたいかなと思いますし、その同期が仲良くなれば、第2次募集、第3次募集っていうことも私たちやりますんでね、そうなると、今度は、第1期生が第2期生の先生になったりする可能性もあるわけですよ。 少なくとも、まあ、いわゆる先輩後輩みたいな関係があって、縦の、ね、あのー、串ができるわけですよね、縦列が。そうなると何かっていうと、第一期生が乗り越えたこと、分からなかったこと、できるようになったこと、これを共有できるわけなんですよ。ね、そうなると、もしかしたらですよ、もしかしたら私の構想では、まあ、FX オリガルヒっていうところではね、強く構想してるんですけども、FX をある程度マスターした人が、今度は講師になってね、FX オリガルヒという中で、 えー、まあお給料をね私からもらいながらあの2期生とか3期生にコーチするみたいな役割も起きると思うんですよ、まあ、そういう風にしてだんだんこう学校運営に近くなっていけばいいかなとしまいには私はね、あのー、学校法人取りたいなとか思うぐらいですからね、えー、専門学校をちょっと作っていきたいという気もしますその時もしかしたらナミさんとか吉谷さんとか私この3人がネットビジネスコンテンツ作りのその 学校のね、運営者として、もしかしたら皆さんと一緒に君臨してるかもしれませんね。わかりませんけどね。<laughs> まあ、その第一歩としてね、なみさんのこのコンテンツの作り方、これはぜひともマスターしていただきたいかなと思います。またなみさんにちょっとね、私からもちょっとお尋ねがありますけども、ちょっと一発ね、対談が難しかったら、あの、YouTube の動画のやりとりをしながら、どんどんその、このゼロから回るべコンテンツの作り方講座の、その、 中身をどんどんね引き出していってこんな世界が見えますよっていう風うなやり取りができればまたいいのかなと思いますけども販売期間がねもう迫ってますんでちょっと難しいかなってところがありますまあでもこれからもねいろんな形で私もナミさんに協力したいと思いますんでよろしくお願いしますそれではいってらっしゃい